日本の国民の活性が使われなきゃいけねえんだバカ野郎。敵の俺もいい加減にしろ朝鮮人野郎。さらには卒業生の皆さんもたくさんお集まりいただいています。やっぱ自分たちの後輩なんで、やっぱ弟って思ってる部分がでかいんで、やっぱ血はつながってなくても後輩はまあ全員仲間なんで、家族なんで、まあみんなで力を合わせればいつか必ず実現できると自分は思ってるんで。これからどういう取り組みをしていきたいですかね、ご自身としては。こういうことも重要ですし、まあ自分たちは特に何をするというより当たり前のことをやってて、当たり前のことをもらってないので、これを日本政府にも全てを見せてるはずなんですけど、日本政府が見てないだけなんで、その本当のことを、それをぜひ見てもらいたいです。朝鮮学校に通う生徒として、僕たちが朝鮮学校で学ぶというのは、その日本人、朝鮮人関係なく、こう一人の人間として、当たり前に、もらわないといけない権利だと思っていますし、そういう、あと朝鮮人がこう在日がここに日本に住むことになった、ルーツなどを学校で学んだりするんですけど、それを通して、僕たちがもっとこの過去を知らない日本人の皆さんに、もっと伝えていきたいと思いますし、そのためにも今日この集会は非常に大事だと思っております。どれだけ叫べばいいのだろう、奪われ続けた声がある、聞こえるかい、聞いているかい、ボングよボヨラのレクルジャー、声を合わせよう、共に歌おう。この制度が始まった時、私は中学3年生でした。この間多くのことを学び、思い、話し合い、さまざまな活動を通して考えたことがあります。それは結局この問題は道理や正義が通る問題ではないのだということです。私たちはこれからもずっと政治的対立と国家間の利害関係の犠牲になり続けるのかもしれないという恐怖に今も怯えています。今中央政府の露骨であからさまな差別を習って、地方自治体においても数十年間継続された補助金が廃止されています。このような状況の中で未来に希望を持て、正義は必ず通ると周囲の大人たちは私たちを励ましてくれますが、現実のあまりの理不尽と横暴になすすべを持たない私たちの気持ちは一様でなく非常に複雑です。私たちはこの日本で平成の時代に生まれました。これからも日本社会の一員としてこの地で生き暮らしていく人間です。生まれ育った日本に敵意も害意もありません。なのにどうして私たちを差別するのですか。少なからぬ友の心に日本への不信と憎悪の目が育っている現実を私は危惧しています。無償化の問題と補助金の問題は単に金銭の問題でなく、深く考えれば平成生まれの私たちが暮らしていく日本社会をより良いものとするための問題であると今日は考え始めています。物の道理と正義が通る社会においては、このような差別が生ずる余地はありません。私たち全国の朝鮮高校生はこれからも一人の人間として堂々と胸を張り続け、人の役に立つ人間となるため学び続けることを、お集まりの多くの人々にお約束し、日本の方々と共に訴え続けることを誓いながら、以上終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。祝福コールします。朝鮮学校生徒に対し高校無償化制度を即時適用せよ。Thank you.